皆さんこんにちは。パナソニック新入社員の島村です。趣味はサッカーです。今キッチンについていろいろと勉強中です。今回はこちらのショールームに熱々の料理が楽しめると人気のキッチンを見に来ました。それでは行ってみましょう。今日は IH クッキングヒーターとテーブルが一体化していて、いろりのように囲んで料理や食事ができると大評判のこちらいろりダイニングをじっくり見ていきたいと思います。あ、ほんまや。このガラステーブルの真ん中が加熱できる IH クッキングヒーターになっています。あー、やっぱりかっこいいな。あ、こうやって椅子を置けるから座って料理したり、出来たて熱々をそのまま食べれるんですね。そしてテーブルの両側に操作パネルがあるって、あ、これか。じゃあこっちと、あ、こっちにもある。テーブルの両側で火加減を調節できるってことですね。うちで鍋するときはカセットコンロとか出すけど、これやったらこのままできそうですね。寒くなってきたし、ここでおでんとか食べれたら最高やな。やっぱ冬はおでんやな。向かい側からでも火加減を調整できるって便利やな。熱々をみんなですぐに食べれるっていいな。天ぷらとか唐揚げとかも今まではおかん任せやったけど、いろりダイニングならみんなで作りながら出来たてをつまめるな。 IH クッキングヒーターはテーブルと一体だと、材料だけ準備しておけばみんなで作りながら食べられる。テーブルの幅は1m20cm、 大人4人が向かい合って座れるサイズ。うん、これなら会話も弾みそうやな。テーブルと IH クッキングヒーターが一体しているから、このようにさーっと拭くだけでお手入れできるのも嬉しいポイントですね。さて、いろりダイニング2つ目のポイントは、料理や食事だけじゃなくて片付けもシェアしてできるこちらのラウンドアクセスシンクです。シンクを3人で囲めるんや。家族でも友達とでも一緒に使えると後片付けもスイスイできそう。一人が食器を下げて、もう一人が流して食洗機に入れて、あー、サクサク片付いて気持ちいいな。普通より奥行きが広いから対面側からも使いやすいラウンドアクセスシンク。幅も奥行きも65センチのスクエアな独自の形。うん、3人でも使えるから料理や食事だけじゃなくて片付けもシェアできるんやな。いろりダイニング実際に見てみて、出来たて熱々を楽しめるキッチンだと思いました。それではおさらいです。ポイント1つ目、 IH クッキングヒーターとテーブルが一体化。そしてこのように座りながら料理ができる。出来たて熱々をそのまま食べられる。このように楽しめる点が20丸でした。ポイント2つ目、3方向から使えるシンクならみんなで後片付けができる。ワイワイみんなで楽しんだ後にその勢いで片付けができそうですね。対面側からも横側からも使える、この考え抜かれた形が20丸でした。よっしゃ。家で食事する機会が増えた分、食事の準備や後片付けを負担に感じている方も増えたのかもしれません。そんなご家庭に作りながら食べれるライブ感を感じられるこのいろりダイニングキッチン、すごくいいんじゃないでしょうか。ますますキッチンに興味が湧いてきました。これからもキッチン選びのポイント、どしどし学んでいくぞ。パナソニック。